豚ヒレ肉に塩、クミンシード、コリアンダーパウダーをまぶしていきます。全体に行き渡ったら、ニンニクもすりつけていきます。ここでよく揉み込みます。全体に調味料が行き渡ったら、オリーブオイルを大さじ3杯ほど入れて、さらによく揉み込んでください。そして空気を抜いて密封します。大きめの鍋に布巾を敷いてお水を入れます。火にかけて沸騰直前まで沸かしてください。このくらい沸いてきたら、先ほどの豚肉を入れていきます。ここが今日のポイントです。80度ぐらいのお湯でゆっくり火を通すことで、豚肉がしっとりと柔らかく仕上がります。肉がしっかりと浸かるようにしてください。もしお肉が浮いてくる場合は、上にお皿を乗せてください。これで湯煎の状態で30分ほどお鍋に入れたまま火を通していきます。それではこのように湯煎に30分ほどかけてください。30分経ったらこのまましばらく置きます。粗熱が取れてから食べやすい大きさに切り分けてください。それでは調味料を合わせてカレーソースを作り、お肉の下に敷きます。人参、きゅうり、トマトを飾って、仕上げにイタリアンパセリを添えてお召し上がりください。コンフィとは、食材をオイルにつけてゆっくりと火を通す調理法です。カレーソースで食欲がさらに進みます。ぜひお試しください。